サザンメソジスト大学は、テキサス州ダラスに本部を置く、アメリカが衆国の私立大学である。1911年に設置された。1911年に、サザンメソジスト監督協会によって設立され、テキサス州のダラス、プレーのニューメキシコ州のダオスにキャンパスを持つ。1914年に、メソジスト監督協会のゼネラルコンフェレンスにおいて、 ミシシッピ側の西の議会に関係した教育機関として指定される。1915年より授業が始まる。1939年にアーカンソー州、カンザス州、ルイジアナ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ニューメキシコ州、オクラホマ州、テキサス州を構成するザサウスセントラルジュラスディクションの下に設置される。ダラス市は サザンメソジスト大学を地域住民が30万ドルを大学のロケーションの安全のために支援した設置、当初からサポートし続けた。市への感謝のために南メソジスト大学はその最初の建物をダラスホールと名付けた。バージニア大学にロタンダがデザインされた後、ダラスホールは1915年にオープンした。ダラスホールが丘の上に建設されたので、 サザンメソジスト大学はヒルトップというニックネームで呼ばれた。ダラスホールは現在アメリカ合衆国のヒストリックプレイスとして認定されている。大学の初大学長ロバート・エソハイアーは南メソジスト大学の高い質のシンボルとしてハーバード大学のスクールカラーのクリムゾンとイエール大学のブルーをスクールカラーとして選択した。 サザンメソジスト大学の寄付金は13億2781万5612ドルである。なお10億ドル以上寄付を集める大学は、アメリカ合衆国とカナダの中で76大学ある。その中で、サザンメソジスト大学の寄付金は54位にランクされている。経営者学会日本人その他、サザンメソジスト大学は常に US ニュース ワールドレポートのアニュアルガイドブックアメリカズベスト、コリッチスにおいて上位30%に入っている。コックススクール・オブ・ビジネスはビジネスウィーク誌、エコノミスト誌、フィナンシャル・タイムズ誌、ホーブス誌、US ニュースワールドレポート誌、ウォール・ストリート・ジャーナル誌においてビジネス教育のリーダーとして知られており、コックスフルタイム MBA プログラムは アメリカ合衆国のトップスクールとしてランクされている。ありがとうございます。